少し切ないお話になるので、今回はこんな BGM をかけてやらせていただきます。僕も在籍しているバンド、デッドレバー、ギターボーカル、バンマスのミッキーさんのお話をさせていただきます。何年も前になるんですけども、ミッキーさんがキャバクラに通い詰めて、とうとうお気に入りの子とクリスマスにデートをすることになったんですね。で、そのミッキーさんのお気に入りの子というのが、バツイチで子供が一人いる子だったんですね。でも当日ですね、もうミッキーさんはもうきっちりした格好で、集合時間の何分も前に待っていまして、そしたらその子が結構時間通りぐらいに現れたらしいんですね。で、二人で町の方に向かって歩いて行ったんですけども、もう会って、もう歩いている途中、早い段階で、その子がさらっと暴露したらしいんですね。私実は子供二人いるんだよね。それを聞いたミッキーさんは、雷が落ちたかのごとく、肌で感じてしまったらしいんですね。この女ねえわ。感じた時には時すでに遅し、デートを切り上げることもできずに、そのままブランドのお店に入り、5万円のバッグを買わされて、デートは早々に切り上げられたよ、というお話でございました。